はい、どうも、うずです。最初のね、だから建物の中をキックボードでふーってくる映像は今回の動画には全く関係ありません。まあ、ちょっと3連休の初日ということで、このスタジオクラの周りのね、会社の方誰もいなくて今日は。寂しいんですよ。なんでちょっと一人でね、そんなことやっちゃったんですけど、皆さんどうですか ?3 連休初日。家族と過ごしてるかな?恋人といるかな?友達と遊んでるかな?うずおじさんは一人だよ。本当、今回3連休は孤独ですわ。なんかね、最近、どうだろう。初年度に比べて、やっぱり家族と一緒にいたいなっていう気持ちは強くなっちゃったかな。今はそんな寂しいおじさんなんですけど、先日ヤフーニュースを見て、ヤフーニュース大好きだね。ヤフーニュース見てたら、バルミューダが2023年10月、2月期の、通期連結決算が20億7100万円の赤字ということで、まあ大きい見出しでね、出ていたんですけれども、皆様、バルミューダにはどんなイメージ持ってますか?そんな気にしてないよって方もいるかもしれないんですけど、まあここ最近で話題になったというと、2023年、去年でしたっけ?鉄板のね、プレートが出て、なんかすごいかっこいい、面白く使えそうなアイテム。なんか調理家電出されてましたけど、まあそれ以外でも、まあトースターだったり、ポットだったり、まあ白物家電のイメージ強くないですか?ここ最近は。おや、うずさん、どうせあれだろ?あれだろ?っていうのがスマートフォンですね。2021年11月にバルミューダフォンを出して、まあもうはっきり大失敗というやつをやっちゃった、バルミューダ。まあなんですが、ここに来てまた大きな赤字を出しているので、ちょっと私の動画で、まあ勝手な話でね、トークをさせていただこうと思います。まあバルミューダ嫌いなわけじゃないからね。どっちかというと好きだからね、バルミューダっていうメーカーは好きですからね。まあそんなバルミューダなんですけども、バルミューダってそもそもどんな製品あったっけって、ちょっとパッと思いつくものがね、いくつかあるとは思うんですけど、もともとは何から始まった会社なのかって知らない方多いですよね。これ公式サイトにいろいろとね、こう綴ってあるんですよ。なんか武勇伝的なね、その会社の。そのスタートから、まあ、現在至るまでじゃないかな。会社のその成り立ちがね、書いてあるんですけど、もともとはバルミューダっていうのは最初に作った製品、X ベースっていう製品で2003年に登場してます。意外というか、私もね、思い出してみたら意外なんですけど、MacBook の冷却台がスタートなんですよ。で、これがなんでかっていうと、まあ、そのまま書かれていたんですけど、創業者の寺尾さんが、秋葉原の家電街でいろいろとこうそういう電化製品ね興味持ってていろんなこと聞き回っていたりとかお勉強されたらしいんですよ。でその中で秋葉原電気街で素材の特色とか構造を勉強しながら電気製品のね道に進んでいくっていう流れになるっていうのが書いてあったんですけど、まあ、最初はそのパソコンのデスク周りに力を入れるっていうような製品をね考えついたみたいで、まあ、その結果その X ベースっていう MacBook などの、まあ、ノート型の PC ですね、を冷やすような冷却台っていうのを開発したっていうのが、開発して作ったっていうのが最初らしいんですね。その寺尾さん自身が CAD も覚えてね、デザインされたっていうことで。で、そのデスク周りの製品を力を入れてるっていう面では、2004年に次の製品としてデスクライトを作ったりとか、そういうとこからスタートしてるっていうことなんですね。で、そのバルミューダが昔から今でも変わらず心がけているのが、美しさを備えた製品。まあ、これ言われてみると、ああ、なるほどって思いますよね。今のバルミューダの企業イメージとして。まあ、ともかくデザインが大事な、高級志向のメーカー。まあ、製品高いからね、どれもね、実際。まあ、でもそれでこそ価値のあるバルミューダ製品となるわけです。まあ、そこの部分がちょっとスマホが噛み合わなかった部分があったんですけれども。で、しばらくして2010年には、独自技術のグリーンファンテクノロジーっていうものを搭載したグリーンファンっていう高級扇風機を発売しました。まあ、このテクノロジーが何かっていうと、省電力で自然界にあるような自然な風を送れるっていうね、そういう風を送ってくれる扇風機っていうのを3万円台で出したんですよ。かなり高級です。まあ、ところが、これが多くの人に響きまして、バルミューダが予定していた販売台数をしっかり売り切ることができたんですね。なので、この扇風機シリーズは今でも続いていて、人気製品カテゴリーになっております。そしてその後も先ほど言っていたトースターとかポットとか、まあホットプレートも出しましたよね、鉄板の。いろいろな製品をどんどんね発表し、発売し、現在に至るわけなんですが。そんなバルミューダが先ほど言ったように、2023年12月期の通期連結決算が大きな赤字。売上高は130億1100万円で、前年比で 26.1% 減だそうです。で、営業利益に関しては13億7500万円の赤字。まあ、規模がやっぱりでかいね。バルミューダ大きな会社になってるからね。そして言われている理由としては、ホットプレートやトースターなどの新製品の投入、それに海外販売強化を進めたけれども、
業績の改善が遅れたっていう、まあ、ちょっと分かんないですけど、業績の改善が遅れたっていうのが何に対しての改善をやったのかっていうのはちょっとこの記事だとね分かんないんですけど、まあ、ただそんなバルミューダも2024年の12月期は最終利益を1億円と見込んでいるそうです。黒字ってことだよね。まあ、ただ先ほど言ったようにバルミューダで、あれバルミューダってどっかで失敗してねって思うのが結局スマホになっちゃうわけだね。でバルミューダの株をこう5年とかねチャートとかで見てもらうと分かると思うんですけど、あのここ5年でもともと結構ね一回ガッて上がった時があったんですけど、そこからガッとね落ちたままずっと低迷している、そうタイミングがあってターニングポイントがあって、でそれが何かっていうと2021年、やっぱりあのスマートフォンですね、バルミューダフォン、まあ、これが発売したタイミングからそのバルミューダの株の方がねちょっとこうずっと低迷してる感じで上がってこないんですよ、そのチャート見てると。まあなのでやっぱりダメージは大きかったのかなって感じなんですが、ただバルミューダとしてはすでにその携帯端末事業の収束に合わせて人員の最適化を行われているそうで、まあこれリストラってことなのかな。なんか第4四半期には前年同期比で8500万円の人件費を削減などを踏まえて2024年は黒字化の目処が立っているというような話がされていて、で2024年の新製品としては新しいトースターリ・ベーカーってやつかなを2月で、新しい扇風機グリーンファンスタジオっていうのを3月に発売する予定らしくて、まあこのあたりは結構売れるかな、売れるのかなのはずなので、まあそのあたりも含めて、まあ2024年はバルミューダの製品たくさん売れるといいですねっていう話になります。まあいろいろね関わった人が多くいたでしょうから、こういうのもどうかなと思うんですけど、まあバルミューダにとってはスマートフォンをやったっていうことはもう忘れたいプロジェクトになるはずなので、まあそのイメージがね薄れていって、まあバルミューダが本来持つ美しいデザインのもうバルミューダしか作れない製品、はい、それがあの多くの方にまた浸透すればちょっと黒字化の方もねより明確になってくるんじゃないでしょうか。あの個人的にはこういう尖ったメーカーはすごい好きなので、まあ好きなメーカーとしてはあの秋葉原にあるね、あのいろんな新しいアイデアでボン面白い製品出してくれる参考レアモノショップさんとか、まあ好きなねメーカーで言う、まあ国内のね好きなメーカーで言うと、まあアイデアでねいろんなアイデアをボン出してきて面白い製品をどんどん出してくれるあの秋葉原にある参考レアモノショップさんとか、まあ今回話したその美しいデザインとかそういったことをこだわり続ける高級メーカーバルミューダ、まああとはかゆいところにね手を出してくれるアイリスオーヤマ、まあこういった日本のメーカーが頑張ってくれてるのはねすごい励みになりますから、ちょっとバルミューダぜひあの復活っていうと大げさですけど2024年ね黒字になるといいなって思います。はい、ということで本日はあの寂しく3連休初日佐渡島で一人で過ごしてるおじさんうずからのバルミューダに関するフリートークでございました。普段からいろいろこういう家電製品の話とか、あとはカメラゲームの話をやる YouTube チャンネルなので、お話に興味がある方は高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。ではまた別の動画でバイバイ。まあ本当はね今手に持ってるこの富士フイルムのインスタックスとか、あとは今撮影に使ってる OM デジタルソリューションズの OM1 マーク2とかのレビュー動画も上げたかったんですけど、ちょっとあの風とかね天候の影響でなかなかね素材とかテスト撮影がしにくくて、もうちょっと待っていただければあの私なりのレビュー動画上げたいと思いますね。特に今撮っている OM1 マーク2に関してはあのライブ GND 早速試してみたら、まあなかなか面白い機能なので、はい、あの早く皆様にちょっと感想の方をお届けできるようにしていこうと思います。もう少々お待ちください。申し訳ございません。